今日も一日お疲れさん。どうもしろです。やすゆきです。そうだめです。今日の企画は2024年下半期の祝賀し視聴者の恋愛だ。ということで本日のゲストアンズマロンさんです。よろしくお願いします。お疲れ様です。アンズマロンと申します。よろしくお願いします。お願いします。多分知ってる人も多いんじゃないですかね、アンズマロンさん。いや、はい、結構見てる気がしますね。結構見てるし、うん、占いのチャンネルをやられてるんですけども、うん、視聴者の恋愛運とか運勢とか、はい、その辺も占えるということですよね。そうですね、はい、すごい。ぶっちゃけこんなイケメンさんの横にいて今ぶったたかれないかめっちゃ心配です。大丈夫です。はい、すぐ調子乗ったこと言ったらこのブスどもだって。ちょっとお前のやつとかも占ってほしいけどな、俺は。いや、まあな、うん、それはちょっとじゃあもし盛り上がったら。確かあの、安行さんあれですよね、この間の、ヤバすぎ安行が隠してる本性を的中させられましたっていうのの2分29秒ぐらいで、はい、なんか別にカード云々は占いはとか言ってたんで、めちゃくちゃ今回のそういうのを覆せるぐらいちょっと。あー、アンズさん動画ですやん。見てたからちゃんと前振りですやん。あれでやって、うん、めっちゃ当たってますやん。あ、早速今から占っていただきたいんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、では早速ですね、はい、今回シカカシ様の視聴者様、はい、皆さんの恋愛を見直していただくんですけれども、うん、じゃどうやってやっていくのかってことなんですが、そうですよ、そうですね、この占いではですね、はい、選択肢っていうものが3つありまして、うん、はい、その選択肢選んだらこういう運勢になるとかで見ていこうと思うんですが、なるほど、今回ちょうど3名いらっしゃるので、はい、こちらの3名を選択肢にさせていただきたいと思います。なるほど、なんか面白そう。そんなんできるんや。そんな感じできるんですけれども、実はここに巨大なタロットカードっていうのをですね、はい、持ってきましたので、はい、皆様この中からもう何でもいいです。好きなもの一つそれぞれ引いていただけますか。え、いいんすか。はい、まだ見ない感じで、はい、それで選択肢にします。うわ、何でもいいです。もう1枚選んでください。はい、うわ、まあ、俺が行こうとしてたやついったな。マジで、はい、ありがとうございます。じゃあちょっともらいますね。では、はい、皆さんそのカードを、はい、こんな感じで持っていただいて、そのままちょっと停止していただいて、はい、宗太郎様もこんな感じで、はいはい、じゃあこれがですね今回の占いの選択肢になります。はいはいはい、左から1宗太郎様、はい、2宿郎様、はい、3が安行様となりますので、はい、視聴者の皆様ここからご自分が好きな選択肢をお一つお選びください。すごいな。これで問題ないの。もうあの下半期の運勢がわかります。これ、はい、3名にかかってます。それではここから5秒数えますのでお選びください。これも直感で選んだらいいですか。まあ、そうですね、はいはいはい、もうあの、推しとかとりあえず推しとかどちらもいいです。推しでもいいんで誰でもいいんで、はい、直感でね。はい、じゃあいきます。5秒数えます。5、4、3、2、1。では、いきたいと思います。はい、今回はタロットカードっていう中で、うん、ダイアルカナっていうすごい強いカードを皆さんお持ちの中でここから運勢を占っていくんですが、はい、ではまず初めに1番目の宗太郎様選んでいただいた方、はい、宗太郎様じゃあカードを開けてください。何バンと、はい、はい、これは女帝というカードが出てきました。こちらは恋愛運最高のカードです。そうなんです。しかも被ってるんで、まさに女帝です。はい、まあ、宗太郎さんも、はい、あ、2人合わせて女性、あ、女帝、はい、女帝っぽいもんな。私が女帝です。はい、女帝っぽい。めめしいもん、めめしいもんな。はい、そうですよ。なので、まあ、これを引いたあなたさんも、この見てくださってる方、はいはい、もう下半期最強ですね。ほら、俺選んどいた方がいいやん。男として選んでるわけじゃないけどね。いやいや、でも絶対ちょっと宗太郎は嫌やなって思って他の方嫌な人おるからワンチャンあるな。そうワンチャンあるなとか言うそうなんです。で、まあどんな感じかっていうと、めちゃくちゃモテるっていうこともそうですし、あとこれ恋愛で見たんですけど、正直お金も入ってきます。豊かさの象徴なんで帰ってくるし、しかも両思いとか復縁とかっていうところ、あとラブラブになれるとか、絶対的に最強のカードで出てくるやんけ。完全にお前女帝やな。そうなんです。宗太郎様も引いたので、はい、宗太郎様も結構下半期いいです。そうなんで。恋愛運ですか。あ、これは恋愛運です。あ、恋愛運、はい、まあ、愛情面全般って感じですね。そうなんです。はい、なのでまあ1番目からこんないい結果引いちゃったんですけれども、はいはい、まあ、宗太郎様選んでいただいた方めちゃくちゃいいってことで、はい、おめでとうございます。じゃあ次、宿郎様選んでいただいた方、じゃ開いていただいていきます。オープンです。
ザ・サン。あ、やばい、これもめちゃくちゃ強いカードで、来たんちゃう？やっぱ持ってますよね、はい、皆さんね。これ本当にタロットの中でも見て分かる通り、はい、太陽なんで、はい、何においても全般的に最強って言われるカードです、これ。ちょっと待って、そんないい言葉ばっかある？そんなな。そうなんです、これ実際多分タロットかじってる方も分かるくらいいいカード出てます。マジっすか。で、さっきの宗太郎様に比べると、うん、より仕事とかがもっと良くなってくる、はい、最強やんけ。ので、例えば出会いを探されてる方は、はい、お仕事関係とかこういう活動面で出会ったりだとかもそうですし、うん、あとは本当にただ単純に恋愛めちゃくちゃ楽しめるっていう。おー、いいね。よく見たらシコロ様のお洋服がなんかちょっと太陽に合うような感じですね。結構リンクしてるんですよ。まだ、リンクしてますね。そう、ちょっと大丈夫。お前こんなお前さ、おい、こんなお前特殊メイクのまだ分からんけどね。あ、そうそう、まあこんな感じで、お二人とも選んでいただいた方は結構四五半期めちゃくちゃいいので、分かりやすくいい恋愛来てるなっていう感じですね。ここの違いとかって一応あるんですか？あ、ここの違いは、まあ、こっちの女帝さんの方がよりモテるとか、あと本当にもイケメンが来るとか、自分が可愛くなってモテるとかっていう、見て分かる通りのキラキラ恋愛運アップって感じ。こっちはもう少し明るい太陽なんで、はいはいはい、まあ、そのピュアな恋愛も楽しめつつ、みんなでワイワイとか、そっちのイメージなんです。なるほどね。はい、宗太郎さんの方がどっちかというともうちょっとセクシーな感じですね。キャラになってんな。キャラになってるな。おお、まあ、お前俺よりモテへんからね。誰がやねん。今じゃこんだけ、まあ、バンバンって結構でかいの来てるんですが、はい、今のところもうそういうタロットですやんってなってますね。そういうのしか忘れてないんじゃないですかって話になってますけど、皆さんが自分でシャッフルされたから、そうですね、そうそうそう、皆さんの運なんですよ。そう、結構強いです。さあ問題が、そうですね、じゃあ気になる3番目の選択肢選んでいただいた方何ですか？マジで出しますよこれ。じゃあいきますね、はい、オープンです。ザ・ムーン。おー、そう、すげえ。どうだ、付き合う、そう。これも良くないですよ。いや、キラですね、すごいいいんですが、うん、どっちかっていうとこっちがアンパンマンだったらこっちバイキンマン。バイキンマン。誰がバイキンマン？ほらお前バイキンマン来るわよ。悪いカードとかでは全然ないんですけど、すごくない、うん、どっちかっていうとイメージで言うと西野カナさんの会いたくて会いたくて震えるみたいな感じなんですよ。あ、ちょっと見えない。ちょっと恋煩いモードだったり。あ、マジっすか。そう、あとはそのお互いにちょっとこう今の宿泊様の皆様挙げられてた動画のあのセフレさんの動画みたいな、はい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 、ああいうなんか恋の良さはあるんだけど切ないっていうような、はいはいはい、あっちの雰囲気なんですよ。なるほど。そうなんです。そうなんです。やっぱすごいなと思ったのが色もちょっとやっぱ似てるんですよね。すごいキャラと合ってますね。そうなんですよ。じゃあ運勢どうなるのかっていうと、うん、はい、結構そういう、まあ、恋煩い好きみたいな恋愛を、まあ、しやすい時期にはなってくると、この3番目選んだ方、まあでもあんまりそれなるべく避けたいじゃないですか、はい、なんかこの2人の結果みたいな、そうですね、楽しいのをちょっとやりたいなって方もいらっしゃると思います、はいはい、そういう時はですね、こういうカードから1個ですね補足で、なるほど、アドバイスを引けるんですけど、なんか全部カード下に落ちててこれしかないんで、安行さんこれじゃあアップしてもらって、逆に残ったやつ、大丈夫です、うん、そう、残ったやつなんでこういうの決まってるんですよね。はい、あ、うん、また真っ黒な大火事、大火事やな。あ、そうですね。いかつそうなタワー出てきたけど、はい、暗いやつしか出てこない。安行さんなんか持ってますかね、なんかそういうすごいオーラを持ってるのか、逆に悪いオーラです。幸せ、いやいや、まあ、ロックな感じの。おー危ない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 。そうですね、まあ、この お爪も黒いですし、そういうところがなんか関連してるのか、はい、これはどういうカードなんですか？これはですね、タワーといって、まあ、結構衝撃的なことが起こるっていうカードですね。例えばマジで知らん、いきなり会ったこともない人からめっちゃすごい告白されて、そっちもあるんですね。友人だけどびっくりするとか、青天の霹靂みたいなイメージなんですよ。はい、でもただこれ見ると、じゃあ突然振られちゃうんじゃとか別れちゃうんじゃと思うがちなんですが、うん、さっき
のこの月っていうのがうまい具合に反映してるおかげで、まあ、恋煩いを楽しんでるってことが切れるとかではないんですよね。その状態で、まあ、好きだなとか思いながらも刺激的って思うような恋愛をされていかれる方が非常に多いんじゃないかなと思います。はい、でこれで私今アドバイスを引いたんですけど、トーっていうカードが出てて、あと安幸さんが引いたってことにリンクすると、安幸さん何か音楽お好きとかっていう情報をちょっとこの身に挟んだことがあるんですが、はいはい、どんな音楽が好きですか？あ、もう普通にロックバンド好きですし。あ、じゃあロックを聴いていただけたらいいってことですね。はい、こういうのが関連してくるんです、弾いた人によって。あ、弾いた人、はい、なのでちょっと恋愛つらいなとかちょっとあしんどいって時はロック聴いてくださいということで、下半期の運勢となります。ありがとうございました。すごいっていう感じですが、なるほどね。 どうですか、カード占いなんたらっておっしゃってましたけども。お前ね、すいません、気にしなかったけど。どうなんですか、でもこれびっくりしたな。でもその人っぽいカードをマジで引いてるのがそうなんですごいと思った。面白いんですよ、これちゃんとリンクしてるんですよ、皆さん。これマジそうですね。でも2人が今上げてて俺だけムーンやってびっくりしました、俺。そうなんですよね、これすっごい面白いんです。はい、というわけでこれが視聴者様の皆様の運勢となります。すごい。でも安い気引いた人悪いわけじゃないですもんね。全然悪くないです、むしろちょっと刺激的な感じで。よく聞けばなんとかなるんで、よく聞いていただいて。わかりました、よく聞いてください。どうせます、俺らのやつもちょっと占ってもらいます。占ってもらう。そう、せっかくやったら。じゃあもうぜひともよろしくお願いします。最近だから安井がやっぱ悪いことしか言われてないんで、実際どうなのかちょっとね、そこも占ってほしいなと思います。ありがとうございます。ちょっといいこと言われたいですね。じゃあちょっと3名様の基本的な性質みたいなのを最初にざっと話したのに、まあ安井さんのところですかねとかを見ていけたらと思うんですが、実はですね、この3名様とも私あの宿妖占星術って言って、インドから起源する3000年前ぐらいからある占いっていうところで見てもいるんですけど、はい、3名様ともすごいですね、星の元に生まれてて。すごい。そうなんです。まずあの宿霊様、龍宿っていう、星に生まれてて、龍宿、はい、特徴としては切れ者、内面には一見クールに見ても熱いものを持ってる、他人の感情にすごく敏感で交渉が得意とか、そういう性質を持ってるんです。なるほど。で、僧侶様が角宿っていう特性を持ってて、角宿、はい、あの角って書いて、頭の良さとスタイリッシュな外見、純粋な心、誰からも愛されるっていう性質を持たれてます。あれ三つ目だけなんか当たってんな。当たってない。愛されてますよ、愛されてますよ。で、安幸様が女宿って言って女の子って書いて、女宿っていう、はい、女の女の子って書いてる。女宿、努力家で必ず結果を出せる、すごくストイックっていう性質、そういう性質を持った方がここに3名いらっしゃるんですけれども、実はですね、この安幸さんのことを見ていく前に、この相性っていうのが実は3名差ともありまして、まずこの宿橋様のメンバーさんの相性、宗太郎様と安幸様ってめちゃくちゃいい最強の相性っていう、そうなんや。栄心って言って、栄光と親愛の心っていう相性があるんですよ。で、それで例えるならアンパンマンと、のジャムおじさんとかドラゴンのび太みたいな感じなんですけど、僕のび太なんですね。そうそう、で、それで、まあ、そういう、相性がある中で、実は宿老様は意外とこのお二人と刺激的な、それこそさっき安幸様が出された塔みたいな感じの関係なんです。そうなんです。宿老様が実はその二人の相性とこの三人のでスパイスをこう緩和する役割になってるっていう。そうなんですよ。ジャイアンですか、じゃあ。あ、じゃあ、そうですね、ジャイアン。使わすな、お前。どっちかっていうと、安幸さんの方がジャイアン系。あ、そうなんや。映画版のジャイアンでいいやつ。っていう感じなんですが、っていうところにいらっしゃる安幸様っていう性質で、何を見たいんでしたっけ、そういえば。結婚できないみたいな。ああ、そっか、お二人はもうご結婚されて、で、安幸様。あ、そうそう、僕じゃあいつ結婚できんのかな、みたいな。いつ結婚できるか、かしこまりました。じゃあ、安幸様は基本的にやっぱ宿橋様いらっしゃるので、そういう生活とかっていうのすごいこの占いに重要となってきたりするんですね。はい、はい、なのでちょっとですね、ここで占う時に、ここにですねカードを置きましたので、はい、はい、3人で一緒にわーってシャッフルしてもらえますか。安幸さんが、はい、普段関わっているお二人なんで。確かに一番かかってますからね、僕の。はい、まあ、なんか授業で世間話でもしながらシャッフルしていただきたい。世間話最近どうやねん、お前。最近気になってる人おらんのかよ、お前。おらんな、おらんの。マジでおらんな。体調はどうやねん。体調めっちゃ元気。元気な。ああ、ほなほな。引っ越してから。だから暗い家住むな言うたやん。まあな、それはちょっと反省しよう。混ざりました。はい、ありがとうございます。
ます、はい、じゃあここからもチームプレーとなります、トワンタラガ様、まず頭の中に浮かんだ数字聞いていいですか、はい、おー3です3で、じゃあ3枚まず抜いてください。ここから何でもいいです、ソータロウ様、はい、3枚抜いてチームプレーなんで、どれでもいいんですね、はい、いや、セレキ様の運勢ですけど、まあ、ちょっとチームプレーで見ていきます。確かにね、ちょっと、シクロウ様、はい、はい、浮かんだ数字を教えてください。じゃあ2です。じゃあ2枚引いてください、はい、うん、はい、引いて、はい、はい、じゃあですね、これ2枚になりましたので、安幸様、その今お二人が引いた中から、うん、一番気になるものを当てて並べていただいて、引いていただきたいです。気になるもの、はい、これですかね。これで、かしこみました。じゃあこちらがですね、安幸様が今後、ご結婚できるかどうか。おおこの1枚かかってんねや。マジですか。じゃあいきます、オープンです。おわかれー、そうえそんな行くぞ、そんな行くぞ。さっきの伏線回収でもあるんですけど、これはさっき言った通り、もう最高の恋愛のパーツです。ということは、最終結果としてまず結婚できます。おめでとうございます。しかもこれ3番というカードなんで、早ければ3月、遅くても3年以内です。これ結婚相手も女性版宗太郎様みたいな感じかもしれないですね。それは大変とちゃうか。ここさっき言ったこと全部繋がってくるんですけど、さっき言ったその運勢の最初の相性、ここお二人めっちゃ相性いいんで、まあ一度さっき言ったのび太とドラえもんとかみたいな感じなんで、結婚相手にベストなんですよ。ということは女性版宗太郎様ってなった場合、めちゃくちゃいいですこれ。これもなんで女性版宗太郎さんなのかっていうと、さっきの最初持ってたカードだからっていうことが繋がってくるんですよ。そうしたもんね、これ最初。そうなんです。で、これも種の仕掛けもございません、ミスターマリックとかじゃないんで、皆さんが引いた中で引いたんですよ。ナイスナイスナイスっていうのをチームの力で引いたという。確かにこれ何枚もある中でこれ1枚しかない。そうそうです、1枚しかない。すごいですね。確かに22枚ある中の1です。そうなんです。それはすごいな。しかもこれじゃあなんでチームで引いたのかっていうと、この活動をしてることでそういう運気とか出会いが巡ってくるってことなんですよ。なるほど。宿が続けてる上で出会う人ってそうなんです。とか、まあその上でちょっとこう派生した中の一人っていうことなんで、このお二人もすごくキーパーソン、3人でやって出した結果なんです。すごい。ということで結婚できます。おめでとう。おめでとうな、結婚式話してないね。めちゃくちゃ素直やなお前ら。はい、というわけで結婚できますのでご安心ください。ありがとうございます。一番びっくりしてはりましたもん。あ、そうそうそう、なかなか出ないんでこういうのって。ちょっとびっくりしました。いや、僕もいつものあのムーンみたいな、なんかツームーンみたいなとか出てきたら言われるのかなと思ったんですけど。いや、やっぱりこういう時に最後にどでかいの弾けるってことはスター性も持ってらっしゃるんで、もともとこの3名様ともスター性お持ちなんですよ。へぇー。そうなんです。だからシトカシオ様ってどんどん売れっ子になられるんだろうなっていうのも全体的な流れから出ておりましたので。あちー、なんか他占ってもらう。そうだろう。でも仕事とかじゃん。もう生き方やな、俺悩んでるのは。生き方で悩んでるみたいな。あ、生き方ですか。はい、はい、じゃあ、生き方と仕事部。あ、すいません。僕はあの夢があるんで、35歳でアカデミー俳優っていう夢があって、そこに向けてずっとやってるので。かしこまりました、かしこまりました。じゃあですね、じゃあもう一回引かせていただきたいと思うんですが、今だけどエンペラー落ち超えれへんで行っちゃうかもしれないですよ。いや、それエンペラーまた来るかもしれんからな。そうですよ、また来るかもしれない。あ、これはじゃあ一旦、じゃあ抜いちゃいます。おぉ、はい、あえて抜いていきます。じゃあどうしようかな。ですか。3名様のそれぞれの誕生月って教えてもらっていいですか。はい、はい、僕2月です。2月7月7月。僕12月です。12月、はい、全部足したら21ということで、ではですね、今回皆さんもまた関わっているグループでこんだけ一緒にいらっしゃるということで、うん、今誕生月を足させていただきましたが、うん、21枚引いてたらちょっと日が暮れるので、うん、2と1足して3枚っていうのを引いていただきたいんですね、はい、なので、はい、じゃあ宗太郎様にシャッフルをしてもらって、うん、こんな感じで、はい、で、気になったところでちょっとストップって言ってもらっていいですか。自分でじゃあこれ止めるみたいな。はい、はい、こんな感じでシャッフルしてもらって、ストップで、ストップで、はい、はい、じゃあ上から3枚引いてもらっていいですか。はい、1、2、3枚目で、はい、はい、3枚目を取ってもらって。3枚目を取った、はい、じゃあこれを持っていただいて、はい、持ちました、はい、じゃあそれで、はい、生き方どうすればいいかってところですよね、はい、じゃあ見ていきたいと思います、はい、オープンです。
はい、はい、すごいんだけど、ジャスティス、これジャスティス、かっこいい。これですね、はい、マジで引きが強すぎるんですけど、はい、どんだけヤバいかっていうと、これは自分が切り開いていこうっていう道をもう完全にバッサリ決めれるっていうカードなんですね、はい、もうあとすっごい権力とか知識とかも持ち合わせてる方なんで、まず結論からいくと、宗太郎さんはご自分の夢があると先ほどおっしゃってくださってましたけど、はい、そこにちゃんとたどり着けるってことが言われてて、はい、でこれからどうしてか いけばいいかってことだったんですが、ぶっちゃけこれ11番のカードなんで、はい、まあ、この動画投稿されてから11月にはなんかでかい仕事が来ます、一つ、はい、ただその時に、あ、こんな感じのことどんどんやっていこうっていうもう流れが出てくるので流れに乗っちゃっていいです。宗太郎さんは本当に才能とかそういう人を引きつける魅力っていうのも先ほどの星の周りからも全部出ておりましたので、もうあとはご自分のやりたいことを優先してやっちゃえばいいって感じなんですね。はい、もうこの仕事をやりたいかやりたくないか、やりたいで決めていいです。はい、無敵やん。そうなんです、自分で決めていけるってのが出てるので、はあ、はあ、11月とあと4ヶ月ぐらいとか。あ、そうなんですよ、なんか来ます、でかいの、結構でかいですこれ。はい、どこやで迷った時の判断は自分がやりたいかやりたくないかで決めて OK です。はい、参考にしてみてください。やったぜ、すげえ、めっちゃいいよ。いや、めっちゃいいかぜ。めっちゃいいです、なかなかに引きが強いですね、皆さん。これはなんか運いいんすかね、ちょっと。あ、多分あの3人のバランスもすっごいいいんだと思います。運もいいし、はい、下線もありますし。じゃあ僕の仕事運いいですか。はい、じゃあ仕事運ですね、はい、まあ、最後の項目になると思うので、はい、もう一回皆さんにシャッフルをしてもらうから、はい、ジャスティスどこ行きますか。ジャスティス今下に入れました。あ、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんでもう一回、まあ、なんかシクロさんについてお話をしながら10秒ぐらいシャッフルしていただけたら、はい、じゃあ皆さんで、はい、なんかあの、ハコちゃんの訓練企画思いついてあるんですか。女子からたわいもない最近の近況報告インスタでめっちゃ集めてさ、それにあのリアクション、それリアクションしまってそれケイリー来てもらって、あーで特訓するっていうの。いいね、いいね。はい、OK です。はい、じゃあそのカードを1枚にまとめていただいて、はい、皆さんは宿老様と一緒にご活動とか始めてから何年ぐらいですか、お二人。僕は2年ぐらいです。2年。僕は4年とか。4年、うん、はい、じゃあ2と4足して6にします。おということで、はい、じゃあ宿老様上から6枚カード引いていただいてよろしいですか。はい、1、2、3、4、5、6、6枚引いて、はい、はい、では7枚目のカードを持っていただき、おこれからお仕事運がどうなっていくのか、はいはいはい、はい、はい、まあ、宿活様の活動を含めてですね、はいはい、来てる、リーダー頼むで、ただそれもかかってもんな、そうか、はいはいはい、頼むで、リーダー、はいはい、頼むで、では、オープンです。おぉ、マジだ、うそー、おぉ、すげぇ、まず太陽や、アホすぎる。本当にやばい、マジで占い師の才能あると思います。占い師の才能がある。2回連続同じカードをこれ引ける人はなかなかいないです、マジでやばい、本当に、いやー、しかも太陽はタロットカードの中でもマジ強いカードなんで、正直一言で言うとめっちゃ仕事うまくいきます。しかも早ければもう夏、8月末までにはでっかい仕事来ます、これ、もうこの案件来たとこじゃないです、でっかいの来ます、これ、やばい、そう、じゃあ宿場所結構、じゃあこのまま、もう行きますよ、行きますよ、マジ。しかもこれすごいビビるのが、うん、もう今のこの夏の時期に撮影してて夏ぴったりの太陽で出てるので、はい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 、今から来るよっていう、まあ一つのサインでもあるんですよね、嬉しい。そう、実際引いてるんで、宿老様が、はいはいはい、もう宿老様個人もそうなんですけど、うん、もうこのグループ全体みんなに、うん、皆さんに今やっていただいたんで、うん、もうどんどん登っていくよっていう。で、私がさっきなんか話しててくださいって言ったのは、うん、さっきなんか話してましたよね、はい、なんか企画を見たら、かんたら、はいはい、あれなんかいいみたいです、めちゃくちゃ。あれがいい、あれいいよ、あれなんかいい。じゃあやるか、やるか。あれの話してる時に太陽出てきたんで、こういうの繋がってるんですよ、さっき話してたあれいいんじゃないっていう。そうなんですよ、もうちょっと私興奮しすぎて今やばいんですけど、2人とも同じカード出るってすごいですよね、エンペレス、エンペレスと。なかなかないです。確かに、だからこういうリンクが起こるってことは3名の相性がめっちゃいいってことなんですよ。タロットでもなんか科学的に証明できないですか、こういうまぐれって、うん、っていうのはやっぱりそういうご縁の強さとか、うん、こんだけ相性がいいんだよってことを無理やりもカードが出してきてるんですよ、ね、はいはいはい、普通に数学的に考えてめっちゃすごい確率だ。そうなんですよ、やばいんですよ。だからもうこんな
奇跡が目の前で起こってるわけだから、うん、そりゃ売れるよねみたいな感じですね、もう東京ドームですよ一瞬で、ね、オードリーがすごいの憧れの、でもこれもちろん悪いカードもちゃんと入ってるってことですよね。あ、そうですね、なんかあの、まあ、悪いというかさっきの安行さんが引かれたちょっとロックな感じの刺激的だぜとか、うん、まあ、ここ気をつけてねみたいなのは、まあ、あるっちゃあるんですけど、うん、まあ、安行さんのタワーはさっきのねいろいろ聞きましたから、まあ、あれはまあまあ脳幹としても、うん、まあまああれ数えて入れたとしてももう2回目引いたのすごかったし、うん、結果的にめちゃくちゃ皆さん引きが強いです。嬉しい。はい、でこういう引きが強い結果がいきなり出てくるときっていうのは、まあ、今元気が来てる時っていうことなので、はい、ぜひとも参考にしてみてください。ありがとうございます。嬉しい、すごい。こんな感じでね、うん、まあ、僕らはだからね、こっから仕事も頑張ってっていう感じですし、うん、で、天野さんのチャンネルでもこういうふうに多分視聴者の方のね、いろんな運勢とか恋愛運だけじゃなくて、いやだからほんまに俺、うん、その視聴者の人の運勢ってどうやんねやろってずっと思ってて、うん、出てる人たちのやったら分かるけど、うん、面白かったじゃない、視聴見てる人が、うん、一緒に楽しめたよ、自分のあれが占えるって、うん、なかなか画面通してないからね、うんうん、ありがとうございます。なんでね、これをきっかけにアンズマラさんのことを知った方はぜひ、はい、アンズマラさんのチャンネルも覗いてください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、めっちゃ優しい、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。ね、お願い失礼しました。だけは信じました。ほんまに何もしないのにこういうなってるから、そうマジ何もしない、今までだってカメラさ通してたからやん。そうそう、ほんとそうですよ、宇宙船なんかそういうあれやるってことしてないですからね、マジで。はい、皆さんぜひね、東さんのチャンネルも見てみてください。 ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。現在僕たちはチャンネル登録者数100万人に向けて頑張っています、という。頑張ってます。毎日更新やってるもんね、実はね、実は誰にも気づかれてへんけど、3人になってから週7更新ですと。はい、編集隊長どうすか、ま、いやもう今年まあ50万人攻めていきたいよね、今年中に、今年中にね。っていうことは6月中に34万人いきたいです。34万人、あと2000人ぐらい、あと2000人ぐらいですね、2800人。いや、いきましょうよ、頑張ろうよ、頑張っていこうよ、いけるよ。なので皆さん、よかったらまだチャンネル登録してないよって方いらっしゃいましたら、ポチッと押していただけると僕らのモチベーションがとても上がります。あと普通に高評価もコメントもいっぱいください、お願いします。 SNS のフォローもね、よかったらお願いします。はい、おい、ということで今日も一日お疲れさまです。